真っ赤に染まったこのつけ汁にそばをくぐらせて食べるということで、カリカリに揚げられたチキンの上にタルタルソースの上にこの過去に世界一辛い唐辛子としてギネスに認定されたブートジョロキアを使っているということで、と激辛ジュニース今日も見直しに火をつけちゃうぞということで、さあ今回もですね、激辛商店街で激辛武者修行していくという企画なんですけれども、今日はですね激辛チキン南蛮があるというねお店の情報をキャッチしたんで、今日はねそちらに向かってるんですけれども、辛さレベルがですねなんか3段階に分かれておりまして、今回は一番マックスの、レベル3にちょっと挑戦したいかなと思ってるんですけれども、本日のお店がですねハラペコダイニングということで、メニュー表がありますけれども、チキン南蛮とかハムチーズチキンカツとか普通に、美味しそうなお店ですけれども、お店の名前通りハラペコなんで早速行きましょう。こちらがチキン南蛮3辛でございまして、味噌汁、ご飯、付け合わせの一品と、カリカリに揚げられたチキンの上にタルタルソースの上にこの過去に世界一辛い唐辛子としてギネスに認定されたブートジョロキアを使っているということで、3辛なんでこうちょっと3振りぐらいですねかかっていますね。いただきます。チキン南蛮3辛お手並み拝見ですということで、いきなりね、辛いものをお腹に入れると良くないんで、サラダをしっかりと最初に食べていきましょう。いただきます。チキン南蛮。いただきます。過去にギネスに登録されてますからね、ぼわっと顔の周りが少なくなるんですね。入れます。ごちそうさまでした。いやー美味しかったね。まあ良心的ですね。そんなに大量にブートジョロキアをかかってなかったんですけども、まあやっぱりねちょっとの量でもやっぱジョロキアのパウダーってやっぱ破壊的な辛さがありますからね。辛さレベルで言うと5とかそれぐらいですね。お昼しか営業してないお店があるんで、今日はねちょっとせっかくのお昼来てるんで、もう一店舗ちょっと行きたいかなと思ってます。3、4年前に行ったことあるお店なんですけども、ザルそば屋というお店なんですけども、激辛そばが食べれるというお店なんですけども、2軒目激辛はしごしていきたいと。はい、ということでこちら来ました、辛ザルシンクでございます。見てください、これてんこ盛りに盛られたこのそばが、ありますけども、そしてこの真っ赤に染まったこのつけ汁にそばをくぐらせて食べるということで、いただきます。さあ辛ザルシンクお手並み拝見ですということで、早速食べていきましょう。
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。腹いっぱい、苦しい、腹がはち切れそうですけど、そうですね、そばなんで、だいぶね食べやすいかなと思ったんですけど、よかった2軒目で。そうですね、辛さレベル6ぐらいかなと思います。ちょっとデザートにたい焼き、たい焼き屋さんがあるんで、そこでね、なんか激辛たい焼き販売してるらしいんで、そこでね、お口直し食べて、まあ今日はね、終了したいと思います。はい。あ、すいません。はい、あれ、激辛たい焼きってやってます？もう、やめちゃった。あ、やめたんですか？うん。もう商店街でこれになったの。え、あ、これ、なん？もうみんなやってないでしょ？あー、まあ確かになんかちょっと。うちも、もう、はい。キーマカレー、これだけ。へぇー、ま。だから甘いのしかない。あ、そうなんですね。ちなみになんで辞めちゃったんですか？いや、ほら、まとまってやってたから。ああ、はいはいはい。で、うちは、うちで、はい。あんこしかできないからあったら、うちのレストランの、はい。作ってくれました。あ、そうなんですね。それがこれだ。はい。で、まあら？飽きちゃった。あ、そうなんですね。いや、じゃあ普通のたい焼き、はい、いいですかね。激辛たい焼きもなくなっちゃったらしいですね。これが普通のたい焼きです。いただきます。はい、というわけで激辛たい焼き残念ながら終わってしまったということで、まあ、たい焼きのみならずこの加盟店26店舗あるんですけれども、激辛メニューなんかやってないお店もちょこちょこあるみたいなんで、それもねじゅんぐり、激辛武者修行をお伝えしていきたいと思いますんで、次回も動画お楽しみに。それではまたお会いしましょう。またね、バイバーイ。